来ました。いい天気、腹ペコ日和でございます。で今日はね、仕事で静岡方面に行くことになってましてね、せっかくそっちまで行くんだったら普段は行けないようなお店もね、ちょっと経由しながら行ってみようのコーナーでございまして、 Google マップでね、ここら辺の地域の散歩してたんですよ、映像を見ながら。でそれで見つけた外観が素敵すぎるステーキ屋さんに行ってみようのコーナーとなっております。さあ御殿場出て御殿場市街の方に向かいますということですね。分岐ドキドキする。あと20円のお返しです。はい、ありがとうございます。さあ高速降りてあと10分くらいなんですけども、この金太郎さんっておそばもね、すごく気になるな。ちょっとこの辺に来るとやっぱりね、 Google マップでも一回僕歩いてるんですけどパソコンの画面上でね、だいぶそうそう外観素敵なお店多いんですよね。なんかこの野菜中華って宝亭さんとかもちょっと気になったでしょ。ここなんですね。いやこれ今からさ、わあ富士山、めちゃくちゃ目の前富士山でしたけども、今から行くお店がステーキ屋さんなんですよ。でこの風景の中からいきなりそのわんぱくなステーキ屋さんにね出くわすとは思えないような感じなんですけども、あと2分、あと2分で着くはずです。うわ絶景だ、最高だ。到着、到着です。これだ。というわけで到着しました。今回の目当てのお店こちら、ステーキ食堂さんでございます。いい看板でしょ、いいよね、問答無用、いいよね。でこう来まして、お店の外観も三角屋根の感じとかさ、青い感じとか、もう旅気分最高ですし、このスモーキングエリアか、これ松方のスモーキングエリア、おしゃれな感じに作られてますよね。そしてこう入り口に近づいていきますと、メニューが書かれてる。ランチメニュー平日限定で、全てコールスローサラダ、スープ、ライス、小中大付きとなってまして、限定日替わりコンビランチとか、食堂ステーキのハート、当店一押しのハラミステーキですとか書かれてますね。そして肩ロースステーキ、リブロースステーキ、食堂ハンバーグステーキ、ステーキ屋のこだわりカレーとか、アイモリとかもありますね。食堂ステーキ 50g 380円でお好きな量をアイモリできますとか、そういったオプションもあったりしながら、写真もこのようにね、あ、食堂ステーキはこの形なんだ、切ってくれてるんだ、最初からカットしてくれてるんだ。でリブロースとか肩ロースとかあるんですけれども、なんかこの触れ込みがすごくない。当店一押しのおすすめステーキ、びっくりするほどソフトでジューシーな希少部位のハンギングテンダーかっこハラミですとなってまして、グラム数によってね値段変わってくるんですけども、 150g の小腹が空いたらっていうところから始まって、至って小食、普通に食べよう、王道の1ポンド、そしてすごいぞ 1.5 ポンド、そして 850g がもはやフードファイターですって。やっぱり今回はこのさ、当店一押しで書かれてる食堂ステーキのもはやフードファイター、攻めてみましょうかね。それでは入ってみましょう。ごめんください。はい、どうぞ。します。はい、じゃあこちらで。はい、お願いします。はい、よいしょ、ありがとうございます。いや素敵な店内だぞ。心は決まってますから、こうめくっていきまして、これ食堂ステーキのマックスのやつ、もはやフードファイターのやつね。で、あ、ライスはね100円で小中大選べるんですけれども、これ自体がフードファイターだから
それも考慮してライス注文してみましょうかね。食堂ステーキの 850g、はい、850で、はい、ライス大でお願いします。大で、はい、ライス大で、下からトッピングを選んでください。あ、鬼おろし大根、やっぱすみません、大根で、大根、はい、はい、お願いします。大根で、じゃあレアでお願いします。レアで、はい、分かりました。なんとトッピングが無料で一つ選べるというふうになっておりまして、ニンニクチップ、おろしニンニク、わさび、鬼おろし大根がありましたので、もう鬼っていう名前に惹かれてこれ注文してみました。お水はここでセルフでいただける形となっておりますね。グラスもカップもでかいぞ。これはサービス。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。まずはサラダとスープが登場しまして、トッピングのこれおろしとわさびもサービスしてくださいました。優しい。そしてまずはベジファーストできるんですもんね。ではこの後ろからのジュージュー焼く音を聞きながらいただきます。いや、美味しそう。お、え、はい、あ、大丈夫です。はい、食堂ステーキ850のレアです。いただきます。はい、でこちらがステーキソースですので、はい、飾らでお願いします。 ありがとうございます。いただきます。ボリューム、いや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 、どっさりどっさり盛りのフードファイター盛り出てきましたけども、伝わってんのかな、これどれだけでかいかっていうのが。待って、トッピングの小皿とかいろいろステーキソースのね、やつとかちょっと伝わるかな。めちゃめちゃでかいっていうこの感じ。そしてライスも到着しまして、これちょっと待って、リップクリーム横に置いて伝わるのかな、もりもり感やっぱり。あ、真上から一番わかるかもしれない。あの、山積みにしようと思えばできるのよ。ただ鉄板のサイズがでかいから、あの、山積みにせずに意外とこう慣れてるんですけども、普通の鉄板だったら富士山盛りになるよっていうくらいのお肉量あるかと思います。ハラミの最高のステーキですよね。改めましていただきます。こう取って、あ、柔らかそうで、こう一回ここの小皿に取り分けて、ピンク岩塩とかもありますから、ステーキソースの前に岩塩振っちゃったりして、おしゃれ食い。うまみ爆発、みんなの桜屋だ。うまい、これ、あの、肉肉しいのに柔らかい。僕が美味しいステーキに求める要素が詰まっている。見た、今フォークで刺す時の肉汁、ちょっとジュワッとした感じ、最強だぜ。何もつけんの忘れた、素で食べちゃった。ただ胡椒は振ってありますけども、あの、塩とかね、わさびとかステーキソースとか何もつけなかったんですけども、でもそれによってうまいこと分かった。もうすっぴんの迫力。そもそものお肉に臭みとかも全くないですし、ただうまい暴れん坊ステーキ。あ、はい、最高です。ソースをまとうと一気に様変わりするね、イメージが。オニオンのニュアンスもある和風ソースなんですけども、これがね、ちょっとつけるだけでもうお肉全体の味わいを一気に変えるくらいしっかり濃いやつで、そろそろ、さっぱりしたコールスローサラダの感じでして、いよいよ、ちょっと待って、忙しくなってきたぞ。またちょっとお肉にね、こちらにちょっと集まっていただきまして、ブリンとした、この、わかりますね、弾む質感で、ここにトッピングのね、ちょっとおろしの方をちょっと寄せさせてもらいまして、上から醤油のパターンで、お肉の量めっちゃ多いけども食べ方のバリエーションも多いから何とでもなるね。うまっ。そうなってくるとわさびパターンもね、あ、やべ、ちょっと混ぜすぎた、やべ、ちょっと待って、これはさすがに乗せすぎたから、ビビってるわけじゃないけども、
ビビってはないけどもちょっと分配するために多めにお肉ちょっとこっちに取ってこよう。そこに溜まった肉汁の海も見えてきましたね。こういうことです。わさび醤油でいきましょうかね。うまっ。わさびめちゃめちゃ合うぞ。で、改めてお肉の柔らかさに感動。乙女パスタに感動くらいの。ではそろそろもうシャラ臭くなってきたので、上からソースをねがっつりかけて、これバクバク食べるっていう時間帯に入っていきましょうかね。ごちそうさまでした。いや、柔らかいとはいえさすがに顎とこめかみ疲れはした。というわけでステーキ食堂さんを食べる前のハイジーでございます。すいません、今回はねいろいろ都合が重なりまして食べる前にエンディング撮影をしているわけでございますけども、ステーキ食堂さんはそもそもね外観の雰囲気が素敵だなと思って、それをね僕が Google マップで散歩してる時に見つけて、あ、ここ行ってみたいなって思って行かせていただいたんですけれども、さあ実際お店の中とかメニューがどうだったのかなっていうのは今ワクワクしながらエンディング撮影しておりますが、きっと素敵なお店であることを願いつつ、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、さだちゃんさんからのコメントで、陶器のブルマ初めて見た、もちろん帰る時に履いて帰ったんですよね。陶器のブルマなんか出てきてないこのチャンネルに。先日のだからこれね吉田屋さんの動画のコメント欄のコメントで何のことだっていうふうに思うんですけども、あれですよね、チャーハン、半チャーハンと半ラーメンセットが出てきた器の形が独特で、それが陶器のブルマみたいに見えちゃったのかな。全然陶器のブルマじゃないっていうか、そもそも陶器のブルマがあったとしても履けないから、じゃああの陶器のブルマにパンツ履かす方がまだ、じゃああの、あれ陶器のブルマじゃないのだから。チンパンチャンネルさんからのコメントで、さすがハイジーさん、 YouTube 登録者ランキングで週刊プレイボーイ公式の下につけるなんてドスケベです、ドスケベですってな、何それ。そうなの、週刊何登録者数ランキングみたいなのがあるのね。でそこで僕は週刊プレイボーイの1個下、すごいねそれもね、めちゃくちゃでかい媒体の1個下につけてるって。で何それ、週刊プレイボーイのなんかそのパンチラみたいのを見ようとしてる位置につけてるってことなのかな、よくわかんない状況ですけども、たださ週刊プレイボーイをさ、なんかやっぱ学生の頃にさ、いや別にエッチな本買うつもりで買ってないから、俺中の普通の文字情報が知りたくて買ってんだからみたいな人いましたけども、あれは嘘だと思ってる。フットサルさんからのコメントで、今更聞くに聞けないことをハイジーさんに聞いてみようのコーナーです。創業当時から数十年継ぎ足ししている秘伝のタレには賞味期限はないという認識でよろしいのでしょうか。気になって夜も7時間しか眠れませんとおっしゃってますけども、これはどっちなんでしょうね。なだから平気ってことでしょ、だって実証されてるもんね。これはもう昭和初期からここで継ぎ足し継ぎ足しで作っている秘伝のタレなんですっていうので、1回でもだから問題があったら継ぎ足しっていうのが禁止になるもんね、絶対ね、もう全国的に。でもそうなってないってことは多分平気だと、私は信じておりますが、昨日できたばっかのお店とかでさ、秘伝のタレがっていうやつに関しての方がなんかなんでまだ昨日から今日じゃん、なんでもう秘伝なのよっていうのはあります。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタクタン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 、こちらデリンデリン。グースーさんからのコメントで、クリスマスツリーのベースになるトレーナー着て飾り付け待ってるなんて、いくらなんでも気が早すぎませんか。やめて、いじってこないで、もうまた出た。このトレーナーすらさ、なんかいいなと思って来てたら、みんながまた今日も納豆着てるんですか。もう納豆だと思って着てないの、納豆好きだけども納豆身にまとうの一番嫌だからって思ってたら、今度は
緑のね、あのセーターのやつね、それをクリスマスリーの飾り付け、早くない？2月から飾り付け待ちでこうやって待機してんの、やめてください。それ言い出すとそれにしか見えなくなってきちゃうから、だから吉田屋さんのあの陶器のブルマっていうのも絶対忘れてください。